田勝美は、これまでに最低でも4回以上サスケを引退している。2012年の引退からは復帰まで約8年かかっており、過去最長の引退だった、と語っている。靴底にゴミがついて滑ってしまうのを防ぐために、ガムテープを貼ってステージに挑んだことがあったが、テープを剥がすのに手間取りタイムアップした。手袋をつけたままスパイダーウォークに挑んでしまい、ルール違反で失格になったことがある。サードステージのゴールまでたどり着いたが、ゴールで転んで、失格になったことがある。エリアとエリアの間の通路で転んで、失格になったことがある。ローリング丸太が途中で脱線して、失格になるかと思われたが、反射的に向こう岸に飛び移って生還した。